皆さんこんにちは、弁護士の山上翔吾です。今回は不倫の証拠、すなわち不倫を証明するためにどういった証拠が必要なのかという話をさせていただきたいと思います。離婚をするためにはですね、相手が同意してくれればいいんですけど、してくれない場合は最後終的には争いになって離婚の原因というのを証明していかなきゃいけないんですけれども、離婚の原因とですね、一つとなるのはこの不倫ということになります。で、不倫の証拠ですね、こう考えられるのは一応4種類ぐらいあるので、それをですね、一個一個説明させていただきたいと思います。まず1つ目、携帯ですね。携帯電話の記録というのがですね、最近やっぱり非常に一番よく出てくる証拠かなというふうに思います。例えば携帯電話の LINE とかメールとかのですね、メッセージの内容ですとか、あと携帯電話に撮られているその写真ですね、そういったものが証拠になります。もしですね、例えばですけれども相手の方、すなわち旦那さんとか奥さんですね、相手の方が他の不倫相手の方とですね、いろいろ親密なメッセージを送っているとか、あと一緒に旅行をしている写真とかですね、そういったものを見つけた場合にはですね、そういった写真の画面をですね、自分の携帯でこう撮影すると、そういうのが一つの方法かなというふうには思います。で、私たちもですね、裁判の時はこういったメッセージがですね、証拠で出すことがあるので、このメッセージをですね、印刷してですね、その例えばメッセージのところにこうマーキングしたりして、裁判官見てくださいみたいなってことをやることがあります。そして2つ目ですね、現場の写真というのがあります。この現場の写真というのは、要するに相手の方と不倫相手の方が一緒にその不倫の行動しているところの写真ですとか録画とか、そういったことになります。ただこれですね、実際にはなかなか常にね、追っかけていって張り込みしてですね、撮影するというのはなかなか難しいことかもしれませんので、人によっては探偵さんに頼んだりされる方もいらっしゃるかとは思います。で、一番はですね、よく使われるというのがですね、一緒にその男女がですね、ある程度の時間ホテルですとか、例えば一人暮らしの部屋に一緒に入ってある程度の時間一緒に過ごしたという証拠はですね、やっぱりすごい強い不倫の証明があるというふうには考えます。で、その場合ですね、やっぱこう今申し上げた通り時間というのが大事になりますので、一緒に入ってすぐ出てきたというのはあんまり意味ないんですけど、一緒に入って数時間ぐらいというのが大事になりますので、どれぐらい一緒にいたのかというところもですね、証明できるように写真ですとか録画の時は工夫をする必要があります。録画なんかの時はもうね、録画しっぱなしというのも一つの方法なのかもしれません。それから3つ目ですね、この辞任というのがありますけど、要はもう自分私不倫しましたということを認める書類ですね。書類じゃなくてももちろん録音とかでもいいんですけど、書類が一番明確かと思います。で、そういった書類を書いてもらえばですね、これは、やっぱり自分で認めてますので、こういう民事の裁判では非常に強い証拠になります。ただ漠然と不倫しましただけだとなかなかちょっとね、誰としたんだとかって話になりますので、そういった書類とか書いてもらうときはですね、誰といつどれくらいの間会っていたのかとか、そういった詳しい言葉になるべく書いてもらった方がいいんじゃないかなというふうには思います。それからその他というところなんですけど、これ非常に多くありまして、私の弁護士としての経験、それから過去の裁判例ですとか、そういったもので出てきたもの、そういったことからちょっとピックアップしてみましたので、ご紹介させていただきたいと思います。まずですね、この風俗店というのがあるんですけど、風俗のそういった行ったっていう書類ですね。それから病院というのはですね、例えば性的な感染症になってしまったと、そういう場合の病院のですね、記録なんかがこう家から見つかるということもあります。だからこのサイトというのは、要するに出会い系サイトですね、出会い系サイトを利用したというような記録も一つの証拠になります。それから多額の送金ですね、全然親族でも何でもない人に、全然知らない人にすごい何百万もお金を渡していると、したらやっぱ怪しいですよね。そういうのも一つの証拠になります。それから嘘の説明ですね、これはですね、例えば出張に行くとか言ってですね、どこどこに行く、これで、ね、学会のためとかいうふうに言っていてですね、実はその日学会がなかったとか、そういった嘘の説明をしていた場合も一つの証拠になります。それから次の嫌がらせなんですけど、これ嫌がらせというのはですね、要するに不倫相手の方から急にですね、自分に連絡があって、例えば奥さんと別れてくださいとか、旦那さんと別れてくださいみたいなことを言われるということですね。こういったこともですね、一つの証拠になりますので、もしそういった嫌がらせとか、無言電話ですとかね、そういった録音できるようなものがあるんだとしたら、録音した方がいいんじゃないかなというふうには思います。なかなか無言電話録音するというのは難しいですけど、頻度とかもあるので、例えば、ね、どれくらいかかってきたのかっていうメモを、ね、取っておくっていうのも一つの方法かとは思います。それからマンションの鍵が見つかるというのもあります。全然自分関係ない、自分も知らないようなマンションの鍵が、例えば旦那さんのカバンから見つかったとかですね。それから
他人の通帳カードっていうのもありますね。あの他人で、ね、知らない女の人のね、カードとか通帳が旦那さんのカバンの中からあった、見つかったとかですね。それから寝言っていうのも ありますね。寝言で誰々とこう不倫をほのめかすというか不倫をしているようなことを寝言で言ってしまうというケースもあるようです。でこれは本当かどうか分かりませんけど、なんか寝てるところに見事でささやくと、ついついそういう寝言を言ってしまうという説もあるようです。ちょっと本当かどうか分かりませんけど、まあ、もしですね、そういう寝言を、相手の方が言ってるようだったら、それを録音するっていうのも一つの方法かもしれません。それから領収書ですね。この領収書というのは、例えば自分は全然ね、もらったこともないような高額ななんかプレゼントの領収書ですよね。バッグとかですね。あとレストランとかの領収書とか、ホテルの領収書とかですね。そういったものが見つかったっていう場合も一つの証拠になると思います。それから、否認具ですね。旦那さん、またはですね、奥さんがその自分全然知らないのにね、否認具をカバンの中に持っていた。こういうのが見つかることもあります。それからですね、クレジットカードの履歴でいろいろ分かるということもあります。それから GPS ですね、車に GPS をつけられているというような場合もあってですね、その GPS を追跡することで、例えばなんかいついつこのホテルに行っていたというのが分かるようなこともあります。まあ、こういったこのその他のところですけど、これはそのものでなかなか証明するというのは非常に難しいところもあるので、積み重ねで、いろんなものをこう積み重ねて不倫を証明していくことになるのかなとは思います。もちろん1から3は、ね、比較的強いんですけど、場合によってはそれだけじゃなくていろいろ補強した方がいいということもあります。最後にですね、ちょっと注意していただきたいのは、これですね、いろいろこう集めてもですね、自分が先に不倫しててですね、悪いことをしてて、それで後でこういうのを見つけて相手に不倫だって言ってもですね、それはちょっと通らないことがありますので、もちろんそこはちょっと、自分の方はちゃんとしておかないといけないというのがあります。以上、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ご質問や取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄までお願いいたします。